1998年9月30日、忘れられない日だ。警官としての俺が死んだ日、アンブレラが流出させた生物兵器によってあの夜ラクーンシティは崩壊した。俺は惨劇をどうにか生き延びた。救うべき多くの人を置き去りにして、政府の特務機関からの誘いを受けたのはラクーン事件の直後だった。俺に選択肢はなかった。長く厳しい訓練と過酷な任務、望むところだった。あの夜を、後悔を少しでも忘れられるなら、俺は救えるのだろうか。今度こそ。どこまで行ったんだ。誰かいるか？勝手に入ってすまない。ボスコア・ウン・ポルシア、ビラキ。何が起きてる？ひどい匂いだ。
おい。HQ、 こちらコンドルワン。こちらハニガン、状況は？ターゲットは大統領の娘はこの村にいる可能性が高い。いいニュースだわ、さすがね。湖に手がかりがありそうだ、誘導を頼む。了解、付近の情報を調べる。急いでくれ。何が起きたかわからないが、この村はまともじゃない。また後で。邪魔したな。
¡Empiezas a rezar! ¡Pero muere! ¡Puto cabrón! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Pero en pedazos! ¡No puede ser! ¡Detrás de ti, ahí está.
ましょう。Poderoso.